平中克幸は、北海道札幌市出身のレーシングドライバー。小学6年生の時にカートレーシングに目覚め、14歳でカートレースにデビューする。その後、順調に勝利を重ね、1998年には、全日本カート選手権、FA クラスにステップアップし、遠隔地からの参戦にもかかわらずデビューインを、果たすなど活躍し、シリーズ4位。翌年は、 シリーズ6位となる。2000年に十勝インターナショナルスピードウェイで行われた、ニッサンザウルスジュニアレースで四輪デビュー。ポールポジションを獲得し、デビューウィンを飾る。また、フォーミュラトヨタレーシングスクールを受講し、スカラシップを獲得した。2001年に、FTRS スカラシップ1期生として、フォーミュラトヨタに参戦して、シリーズ4位。 2002年には全日本 F3 選手権へとステップアップをする。2003年から2年間、トヨタヤングドライバーズプログラムのバックアップを受け、F3 ユーロシリーズに参戦する。2005年からは国内戦へと復帰し、全日本選手権フォーミュラ日本とスーパー GT に参戦した。また2006年に行われた第13回トカチ24時間レースにおいて、 トヨタ自動車が初めて実践レースに持ち込んだハイブリッドレーシングカーであるレクサス GS450H をドライブしている。平ら中のドライビングセンスや才能については評価は高かったものの2005年の国内線での復帰、思わしい成績を上げられず2008年にはホンダに移籍2009年からは GT300 に移って活躍している。 2014年にはゲーナーを初のチームタイトルに導いた。全日本フォーミュラ3選手権 F3 ユーロシリーズフォーミュラ日本。ありがとうございます。